ほら、葉っぱがすごいね、葉っぱ。これさっき、夕方よりもこんなに大きくなってますよね。夜食べた種があります。アボカドのね、生命力を堪能しましょう。朝の2時半ですから。3時前で、やっぱ片付けます。片付けをして、4時頃またご飯作って寝ることにしますね。で、まずこれが残ってるでしょ。これね、ちょっと残ってますね。美味しそうですね、まだね。ちょっと食えるよね、これどう考えてもね。こっち側もこのぐらい残ってるんですよ。だからちょっとなんか、さっき俺腹減ってそば食っちゃった。11時頃からね、仕事をしてましたけど。これご飯ですね。ご飯は炊かないとダメだね。どっちにせよなくなっちゃう。はい。じゃあちょっと片付けをね、しますか。それで、片付けをして、毎日どっちにせよ片付けはしなきゃいけないですね。それ後片付けっていうのは、科学しなきゃいけないです。科学。っていうのは、毎回なんかこう、変わった状況になってるから、ほら、カプセル。それをどういう手順でやったらいいかっていうのをいつもこう考えながら行くわけですよね。少しずつ改善が見られると素晴らしいだろうと。今日はちょっと違いますよね、いつもよりね。マグニテとこれがあるから、それからこのジャーレンとかの油物がちょっと残ってるでしょ。どうするかでしょ。これは随分前からある油物、この内容ですね。で、まず第一は分類でしょ。分類をして、その分類ごとから食洗機入れなきゃいけないですね。でこういうゴミとかがあるんで、こういうゴミとかはまあちょっとこう軽くどけないとダメですよね。分類、その前に多分まな板が一番だな。今日はまな板が一番ですよ。まな板がね、まずちょっと邪魔だから、まな板をちょっときれいにしましょう。もうこれきれいですね。どうですか、大して使ってないね。で、使ったまな板をこっちを切りましょうか。これもそうですね。これもあの昼間のパン粉をこう乗せるのを使いましたね。ね、これこれでしょ。これももう随分前から、あの、汚れてるんで。汚れてるって、これあれですね、あの、油を入れる、入れてたところをこう上に乗せてたやつですね。ちょっとこう、きれいにしてしまわないといかんですね。一回だと終わらないときは、ちょっとこうやっておかないとダメですね。今日特徴的なのはこの油系がここにある。これね、ジャーレンと、これは差し上げますんで、これをね、あの、ジャーレンを落とすために油を入れてたんで、これでいいんじゃない。これでしょ？これね。これまた検知するんですね。これが一番最初になるわけですな。油が汚れてるのが最後に残ってたら、また最後で、こう、汚れが返ってこないと、来ると大変ですからね。水かかりましたね。これがまず大変だな。後片付けってさ、結構、哲学的になんかいろいろ考えることが、できますからね。あの、おすすめですよ。後片付けをね、こうやりながら、なんか哲学を考えるわけですね。でも本当に嫌ですよね。医者がなんで、その、家で料理を作る、素材から料理を作んなくなったのが、生活習慣病の元だって言わないかっていうのはね、これやっぱ、この間後片付けをしてて気がつきましたしね。
それ言うとさ、もうあの女が悪いってことになる。それが中華病が女が悪い、料理作らない女が悪いよっていうことを言ってるように聞こえるんですよね。いまだに私たちってメンタリティの中で女性が料理を作れるんだ、作るんだっていうメンタリティを持ってるから、だからもうそんなメンタリティ何の意味もないですよね。昔のその女性が料理を作るべきであるっていうそのメンタリティってどこにあるかっていうと、嫁と姑の間でその厨房のキングがいて、男は男子厨房に入るべからずというふうに言われてたわけでしょ。つまり男はもう厨房の中についてはノータッチしてるんだから、そういうメンタリティの世界があったんだよね。つまり徒弟制があって、いかに旦那さんだと言ったか、いかに結婚したその息子旦那だろう、旦那っていう表現はあまりよろしくないけど、その男の人だといえども、奥さんはその自分のお母さんの部下なんで、部下っていうか、うん、あの弟子だから、なんだかんだ厳しいこと言われても口出ししちゃダメだよっていうね、そこなんだよ、ものすごいところは。それであの昔の人のエッセイとか小説とかを読んでるといつも出てきますよね。その家庭で義の母にものすごくいびられる話をね。ところがあれは固定性の中でそのさまざまなノウハウをこう伝達しようとする一つの儀式っていうか、オンジョブトレーニングなんだよね。それも10年も20年もかかるオンジョブトレーニングなわけでね。次の新入社員いないから、ずーっと下働きだよ。固定性と言ったってさ、もう地獄のようだよね。そりゃ抑圧されてると思うよね。で、ばあさんが死んだ頃になると自分の息子の子供が入ってきて、それがまた10年20年ずーっとそれをいびり続けるそりゃ抑圧されてると思うよな。でもそれは男の人も一緒でさ、男の人もあのまあ昔は家業というか農家だったわけでしょ。全部ほとんど全部は農家だから、で農家だとおじいちゃんおばあちゃんおじいちゃんとかお父さん父親の言うこと聞かない、絶対服従しなきゃいけないわけでしょ。でそこに弟とかなんか言ったらさ、弟はもう家督権っていうものから外れてるわけだから、もうずっと介護されるわけだよね。でまあ下男みたいな扱いになってさ、分家だろ、分家で田畑は自分で作れみたいなさ、嫁先行ってどうのこうのとかさ、そういう社会構造の中で生まれた様々なメンタリティがそのまままだ生きてたわけだよね。すごいよね。それを考えついたのはやっぱこの間こう後片付けを科学してる時でしたからね。あ、今日は後片付けを哲学してますね、やっぱでもまあ何が面白いんだかよくわかんねえんだけど、まあ何が面白いんだかよくわかんない。本当にもう何が面白いんだけど、何がね、そういう世界ってね。だからやっぱり自由じゃなかったんですね。じゃあ今じゃあ自由かっつったらさ、そりゃあんた経営者の息子なら別に経営者の息子にしたって父親にずっと見られるわけでしょ。あの大塚家具だったっけ、あそこの鍵はわかるよね。父親がさ70何もなってもさ、娘をいびってるわけでしょ。娘は娘であんた会社行けば女帝、あの女王様みたいに何でもあるわけでしょ。で業績が上がりゃいいけどさ、業績上がらなかったらもうみんな袋だけじゃん。いや俺は100勝やってた方がよかったよ。あれだね、百姓やってた方がよかねえか、真の侍で違うよ、あれ、ごめん、椿三十郎、あ、違う、用心棒だ、ああ桑畑四十郎だ、
クワガタケ三十郎、もうすぐ四十郎だがな、ほっほっ。なんかだんだんね、あの社会のメンタリティっていうのは残りながら新しい社会っていうのが出来上がっていくから、そこはものすごい大変なところだよね。それでもその変化がそんなに短いスパンでどん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 起こらない間はまだ良かったけど、ものすごく今起こってるわけでね。本当に大変なスピードで起こってるから、これはまあちょっと目も当てられない状態ですよね。でもみんな人間的に体がボロボロになっていくでしょ。で勝ち組とか言ってさ、勝ち組でございなんて言ってるからさ、その勝ち組でございって人だってどの程度勝ってるかなんて分かんないんだよね。結局はみんな認知症になってするでしょ。認知症になって、その上家族っていうシェルターもないから、勝ち組でございます、いっぱいお金あります、不動産いっぱいありますなんて言ったってさ、孤独の中にしなきゃいけないよね。ちょっとそれはねえ、はあ、ちょっとなあ、どうなんだろうね。人生の終わりとしてそんなこといいのかしらね。ああごめんごめん、ちょっとなんか今こっち側がね今大事です。ここをねこう片しながら進まなきゃいけないですね。これはもう大体決まってますね、こういうね。今日ちょっとなんていうの、定番が少ない日なんで、ここ定番が入るとこは大体決まってるんだけど、これはあんまりうまく決まらない、ね、ここはちょっとないですよね。このでかい皿がない日だから、今日まだでかい皿がないんで、そういう時はでかい皿のところにねこれが入ることできますね。こうやっぱ難しいですよね。これまあ入りましたね。後手斉藤初段、これ初段階、まあいいやね。これはもう定番でここに決まってるんでね、ここね、ここを定番を決まってる、定番、これはもう決まりますね。この決まりも、これも決まりも、もう随分詰まってきましたな。やっぱこれも決まりも、決まりもじゃないですね。ちょっと今調和を崩しましたね、これはすごい崩れるね、難しいね。だから女性が解放されたっていうのは何からどういうふうに解放されたのっていうのをね。それで女性っていう一般名詞が解放されたっていうことなんだよね。あれその人が解放されたわけじゃないよね多分ね。あの女性ウーマンリブの人たちっていうのは自分は解放されたわけじゃないよね。本当にあの大変な思いしてた人たちっていうのはどうなんだろうね。特にああやられましたね、また失敗ですね、これね。斉藤さん、ちょっとダメですね、今日はね。あ、これ、あ、いい手を考えついてるですね。やっぱ、何考えてんだよって言われそうだよね。で、これがね、今日は入りますから。ここに入りますね。おぉ、危ない。このの、ここだね。もうなんか今日は会長に飛ばしてますね。会長、ほら会長飛ばしてるよ。会長に飛んでますね。やっぱちょっといい感じですね。何が灰になってるんでしょうかね。さてさて、こんなもんでいいかい。こんなもんで食洗機はいいでしょうかね。なんかちょっと今日のは華やかさがありますよね。ここね、秋に咲くバラの一輪で
はい、秋にさくバラの一輪終わりました。はい、でこちらですね、こちら何が面白いんだかね、バカだやっぱね、はい、こういうところを形にしてね、で夕方またって、あの片付けた夕方に明日の朝で、明け方また料理作りますって、ね、これね、これは、これまだちょっと入りましたね。で、まあ、ここの中をちょっと切って、まあ、入りますね、これはね。これはあの、なんだっけ、泥を作ってましたね。ずいぶん後片付けかな、やっぱりね、このなんか戦後の女性解放誌というやつをちゃんと押さえとかないと多分見えないんだと思うんだよね。難しい話だけど、だから女性解放誌ってさ、言うとさ、なんか男性が全面的に得してて女性は全面的に損してたよね。だから女性は男性から抑圧されてたのから回復したんだよね、されたんだよねとかってよく言われるところだけど、そんなに単純じゃないよね。いつも考えてたけどさ、僕の頭の中でずっとあるのはね、そのうちの おじさんのことなんだよね。うちのおじさんって、あのうちのおじさんって婚約者がいたんだけれども、自分の兄、結婚して子供がいた兄が死んだ時に、その子供とその兄の嫁と結婚させられたんだよね。それその男の人にしてみたら大変な抑圧だよね家のために犠牲になるとか、なんかそういうような話ってよく私たちも聞くけれども、犠牲になるだけじゃなくてそれは守られてたんだよね、それによってね。海鮮問屋でしたから、海鮮問屋っていう、海鮮問屋じゃない、海産物問屋ね、海鮮問屋じゃない、海産物を作ってたっていうか、あのあれですね、塩鮭とかをね、あの買ってきておろしてた、家だったんでね、家業はそういう家業だったんで、昔はなんか地主の分家だったらしいんだけど、そういうところがあるんでね、それって抜けることできないじゃない結局は。じゃあここまでこうやって、こうすぐにこれ売るかしこんだなんでね、売るかしてお気に入りです。すごい微妙な問題でね、女性の解放とかなんかっていうとさ、今の民主運動とかなんかってのも非常にいろんな問題があって、好まないセックスを夫婦間でしなくていいよっていうのが民主運動の基本だけれども、夫婦、僕はあの、じゃあそしたらセックスしたいと思ってる男はどうすればいいのっていうそれについての回答を出さないでね、女性は嫌だったらセクシーにするんだよっていうことばっかり言ってたら、片手打ちですよね。だからセックスレスで、ほらなんかあのセックスしたいけど奥さんがしてくんないっていう旦那さん、どうしたらいいのってことになるわけでしょ
おかしな話、笑われるかもしれないけど、それはしょうがないよね。したくないって言うのに、できないってことはさ、じゃあ、どうすんのか、ちゃんとそれも回答に入れてくれよって言いたくなるよね。女性はあの、なんていうの、解放されたんだから、もう解放されたんだから、無理に家事選択をやれなんて言うな。しなくていいんだよっていう。でも、タンパク食しとけいいんだよ、子供用だなんて。適当になんか物を買ってきて、食わせればいいんだよっていうのは、それはもういいですよ。それによって生活習慣病になるんだったら、そういう人生嫌じゃない？じゃあなんか考えようよっていうのが僕の今の考え方だよね。そのヤマのレシピってのはこれですよね。僕はもう確実に、私たちの生活習慣病っていうのは、新聞紙がねえな。新聞紙。だからね、絶対にその今の生活習慣病っていうのは商品化された食事の中に原因があるっていうふうに僕は考えてるから、けど商品化された食事を食わざるを得なくなったのは何でかっていうと、家庭というシェルターが崩壊したせいだし、その崩壊を何とかして食い止めるってことはもう不可能だから、もうここまで進んじゃったからね、ここまで進まなくても不可能だと思うから、グローバリズムっていうとんでもない世界が展開してきたわけでしょ。ファーストフードを作る人と食う人ってのは一緒なんだよね。貧乏人が食うし、貧乏作る人は貧乏人なんだよね。あれ凄まじいよな。だから貧乏人と貧乏人に貧乏人のものを食わして、それで出たリザヤを金持ちが持ってきてるわけでしょ。なんかそれおかしいよね、どっかに。でもそういうことを学者は絶対指摘しないんだよね。学者ってのはその金持ち側の人間だから。どうすりゃいいんだろうね。でも最後はみんな生活習慣病でボケボケになってさ、施設に入って死ぬんだから、どんな大技も。そう考えれば、どっかに何か考え直すことがあるはずだよね。やっぱ、今いいね。ピピ言ってます。ね、やっぱ後片付けて哲学するでしょ。後片付けを哲学しよう。はい、こうやって。今日はなんていうの、華やかさがありますね。ねえよ。秋に咲く一輪のバラです。ちゃうよ。うちのバラも散ったよ。もう冬だよね、季節的にはね。はい、じゃあこのまんま、本洗い入って、これも一緒に本洗いしちゃいましょうかね、たまにね。本洗い。めんどくせていいや。この2個出てきてますよ。この週に洗っちゃいますか。これも入りそうですね。これも入りましたね。はい、OK です。なんかこれは嬉しいですね。で、これを2個をね、洗っちゃって。さっき2号ね、はい、こうやって一つを入れちゃいますか。商品化された食事
じゃないものを食べようとするとものすごいコストがかかりますよね。これ金持ちが奴隷を使ってた時代だったらね、それでいいんだけど、それでいいんだけどってよくねえよな、何にもな。やっぱ何にもね、なんかだんだん目良くなってきてるみたいな気がするんだよな俺。なんでだろう、やっぱり食事ですかね。はい、ここをねちょっとこうやって拭きながら、雑巾かけながらこうやっていきます、ね、でここがね見えないんですよ。なんでこうこれこうやって目良くなってきたんじゃないの。5時50分はい OK ですね。はい、予約、ん違うな、おい、まず予約をして、5時50分で、はい、OK ね。はい、予約されましたね。大変なもんだよね、炊飯器ってのはね。大したもんだ。これ、ご飯ね、ちょっと余ってるやつを、溶けば、また食べれますね。ここら辺の処理から味噌汁の開始は、後でやればいいですね。ここら辺もみんな直せば、これはもうここですね。ここに決まってます、これね。はい。ボールももうこれは OK ですね。ボールも置いといて、はい、ということで、はい、後片付けを乾くいたしました。今日は哲学もしちゃったね。じゃあね、バイバイ。